プレミアスヌーカーリーグはイギリスで開催されていたスヌーカーのリーグ戦。ちなみに英文名称は2004年まではプルミエスナッカーリーグだったが2005年からプルミエリーグスナッカーと語順が変更されていた。2012年に廃止され2013年からはチャンピオン・オブ・チャンピオンズとしてコベントリーのリコーアリーナで開催されている。プロのスヌーカープレイヤーの中から 主催者が選んだ7人が、総当たりの予選リーグ戦を行う。予選リーグでは1試合につき勝ちは2点、引き分け1点、負けは0点の勝ち点が与えられ、勝ち点の多い上位4人が、決勝トーナメントに進出。以後は、通常のトーナメント方式で試合が行われ、優勝者が決定する。2004から2005シーズンまでは、予選リーグを1から4月、 決勝トーナメントを5月に開催してきたが、2005から2006シーズンにより開催時期が変更となり、現在は予選が9から11月、決勝が12月に実施されていた。試合の模様はスカイデジタル内のスカイスポーツチャンネルで放送されていたほか、海外のテレビ局にも番組販売の形で提供された。年によってルールは微妙に変化しているが、 2004年までは大胸かきのようなルールで行われていた。2005年よりスカイスポーツにおける中継が原則生放送となったことに伴い、ルールが大幅に変更になった。ありがとうございます。